ちょっと途中で切れてしまったんですよ、ね。その中島法律事務所のことね。で、それで、そんな感じで、もう、なんていうんですかね、不誠実じゃない、なんていうと、もう本当に人をいら立たせるような対応で、もう金もいらんけん、もう途中でやめようって言って、もう帰ってくださいってことで、ね、言ったからね、そこで初めてに自分がね、もう怒り上げました。怒り上げたら、もう言葉はね、あれやけど、ね、いくら年上でね、あのね、の人やけれどもね、ね、一応、ね、できますよと国葬の教えれますと、1時間の約束しましょうって言ってね、自分も足運んでやって、ね、途中でやりかかっとってね、やっぱりやめたいってずっと言ってね、だだこねたりしてからね、いやいや、全部証拠持ってきたつもりでね、証拠持ってきてないやんって言うけど、いやだから検察の人はね、名前なくてもいいんですって言って、開けといていいで、進めましょうって言ったら、いやそんなことないで、こんな無理よって、検察もそれで遠回しに断っとうだけよ、それ。って言うから、後にすぐね、電話かけて確かめたらそんなことないで、ちゃんとね、誰がしません、誰がそんな、どこの弁護士がそんなこと言ってるんですかって検察の人が言うてね、ね、そんな。あと私たちはしますって言ったけんね。ね、結局行って弁護士さんのとこ行ってね、嘘を教えられたわけじゃないけどね。なんでよ、そうやって。遠回しに検察が断ってること気がつかないんですかみたいな。というふうな決めつけで言われてね。そうかもしれんしね。無理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 って一応自分に無理無理ってそのドリームキラーじゃないけどね。ああ、そうかもしれんけれどもね、それでもやらない理由、やりたくない理由がないからやりますってね。だから、せっかくね、来て1時間ね、なんていうとかな、約束でね、するでするって言ってから、全部用意したのでね、お願いしますって言ったけどね。まあ、基本的にはもう、その時は普通に丁寧に言ったけどね、もう感情的になって、いや、もうめんどくさいけんっていう意味で、もう大概もう、行っても、ほんとなんかもう、こんな対応取られて、で取られて、ね、女の子訴えるなんて、どうなのどんな、あれですよね。私って、なんか気持ち、ね、なんかあれって気持ち悪いっぽい感じで、顔で言われたけどね。そういった、話聞いてくださいって言ったら、聞かんって、1時間かかる、もう時間、私1時間って言ってから、ね、また続けようとしたら、ね。1時間かかるやろ、かかるやろ、もう。いや、さっき1時間以上のお金持ってきましたって言ったら、それでもいいけどって言って最初言ったんやけどね。ね。聞かんって言うんです。で、その人の中島弁護士のホームページを見たらね、ね。何でも相談してください。42年の刑事事件のキャリアがあってね。なんていうぞ。当直弁護士とかいうのをつけるのも頑張ったとか言って、あんまり当直弁護士はあんまいいイメージないけどね、俺今んとこは。それだけじゃあんまりっていうね。それでもまあ、ないよりは素晴らしいと思うけど。っていうのもあって、なんていうのかな。めちゃくちゃ、まあね、それもやってみようのわからんっていう言い方をしたらあれかもしれんってね、アドバイスでもあんた無理よ、それ無理よ、無理よ、無理よってね、言ってくるようのかもしれんけど、それでもね、ね、1時間の枠取ったからね、ちょっと、お願いしますって、言うたらね、感情的になってね、大体あなた女を訴えるとか、警察と訴えるとかなんかなると思っとうとみたいなことがあるもん。それは言われるよなと皆さん思うかもしれないけどね。犯罪は犯罪で、やられたことは被害者だけする、ね、権利があるでしょ。で、向こうに犯罪者扱いされておんやけんね、やるっていうことをね、これを説明しようとしたりしたらね、聞かんって言って。で、その、もう一回行くとホームページには、難しい案件ほどやりがいがある。何でも相談ください。すべてのことを、どんな質問、あれでも、ね、聞きますっていう。書いててね、私の場合、1時間じゃおらんよ、あんたの話聞いてから。もう話したその、内容のやつはいいけん。とにかくもう、はいはい、進める、はいはい、とか言って、ね、あんま出てて、そういう風に言っとって、自分でね、すごいなんかも失礼なことばっかり言ってる。何女の子訴えるとか、なんなんてこと言うけど、説明しようとしたら、いや、もう聞かん。警察ってなんとかなんとかで、だいたいあんた、いや、ないけん。だからもう最後にね、もうあれやけどね。人が二人亡くなっとう理由とかね、喋らせてもらっていいですかって、そこまで言うんやったらって。喋りたくなかったけどね。それでね。こんなこと言いたくないけどね。そういったね、まず説明もね、聞かなくて弁護士さんが仕事でね、普通30分でも1時間でもお金ね、発生してね、聞いたりするやろ。それでも聞いて無理ですって言ってもお金払ったりするじゃんね。敷居が高いかどうのこうんって言うけどね、はっきり言ってから、なんて言うとかな。私はそれも、なんて言うと。自分の感覚から言ったらね、もう、まあ当たり前やけど、まあ、なんて言っちゃろうね。
普通に満足いくことなんかほぼないよ。金額となんだか相談したやつでもね。で、それもお互いの弁護士さんの気持ちもあるけんね。あんたのために言うてよって言ってる意味もあるかもしれんけどね。結局は今のところやけど嘘を教えてもらって感情的になっただけっていう感じで、ものすごく失礼なこと言われて、じゃあそれを弁明させてください。聞かないっていう、もの、ほんと失礼極まりな対応されたってことでね。ね、これはね、ひどい。で、なんか、どっかクレーム苦情とか書くようなとこ、場所もないけんね、これは。こういったことがありましたってことね。言いたい放題ばっか言ってね、自分が、いや、だから違うんですって、こういう風に言って。ね、こんな顔のなったんですってことをね。知らなくてね、言いたい放題初めましてって言われたけど、弁護士さんにね。ものすごく、失礼な対応取られたり。ちょっと高齢、ね、上の方やけん、そんなこと言いたくないかったけどね。本当に失礼極まりなくてね。その話はまず聞かなくて、なんとかなんとかやろうってね、言うても、普通友達とかなんとかで、世話、ね、お互いなんか、持ちつ持たれとったらね、言うたりしてもなんかあれやけどね、もう最初からもうなんかね、はぁって、女の子、女性訴えるとかなんかあるとかね、警察訴える無理に決まってるのかなんとかとかね、いやいや、権利があるからさせてくって言われてね、無理無理ってめちゃくちゃ言ってきて、ね、その後に、軽蔑するような言い方してきたけどね。で、途中までしょったけどね、やっぱやりたくないとか言ってね、1時間運んで言ってね、そしたら自分返してってなるやろ。ガソリン代とね、いろいろ駐車場代やな、いろいろ交通費代ね、かけていっとってね、いや、もういいです。言ったらね。で、検察官にかけた後にもう帰ってから、その後弁護士さんかけたらね、いや、もう、もちろんあれやけどね。いや、検察官でもこんなこと言ったんですけど、って言ったら、いや、だから、みたいな感じでね。いや、もう電話切っていいですか？ガシャって切られたっていうことですね。言い分が向こうがないんちゃろうね、つって。話、説明受けたとなんか言えると。で、コメントもらっとる人もそうやけどね。ちゃんと全部説明できるけん。聞いて後に、私的なね、こういった、なんていうとかやらね。発言をしてもらわんとね、こういった弁護士さんに相談するって話とかやったら、特にまず聞いた後に答えてもらわんとね、思い込みと推測だけで、あんた結局来ないの、え、なんで、どんなやつ、あなた女性訴えるとかどんな感じってね、まあ普通のパテなるのは不詳かもしれんけどね、今日はひどすぎた、そのあれ言い方が、まあそれを覚悟でやるんやけどね。でもまあもうちょっと失礼な対応しすぎたりしたコメントとかも、それはちょっともう誹謗中傷とかも対策取らせてもらったりするけど、今回は、ね、何の話も聞きますとかね、何十年のキャリアでって言ってね、話を聞きます、何でも聞いてくださいっていう人に話も聞かずめちゃくちゃ誹謗中傷された弁護士がおって、中島法律事務所っていうね、舞鶴にある福岡県のね、ところっていうことで、これも話しとこうと思ってね、ひどすぎたってことで。本当はもっと喋ろうと思ったけど、めちゃくちゃひどい話をもうすでにもう知人に言ったので、ちょっともうガス抜きされと、みたいな感じじゃないけど。まあこれでも甘い嫌な感じの甘ったるような言い方にしてるけどね、もうちょっと本当はトゲなのはなんかもう、本当胸くそがあるような感じで、言われて途中でも、はい、もう金いらんけん帰って、みたいな感じで、なんか言われたってことね、もう、すごいよね。約束したのにね、1時間できますって言うたけんね、遠出して行ってね、そんな対応取られたって言うたけど、もうやっぱりね、もう金いらんけん書いてるって。金いらんけんじゃなくて、駐車場代とかなんか交通費かかっとしね、自分の時間も費やしてからね、行ってるのにね、もうちょっと言い方とかなんかあるやろって思って、どんだけ何十年弁護士してきたんですかって話になりますからね、本当。私は始めましたけど、そんな印象しかないけど。雷が鳴ったね。まあ、一応これ撮ろうと思いました。また頑張って戦いたいと思います。以上です。